正直ちょっとダメで野手になったレベルなんでピッチャーまさか甲子園に出れると思ってなかったですし、ここでレギュラー取れると思ってなかったですし、8番の1割バッターですから、誰も想像しないですよね。そんな、まあまた夢のまた夢ぐらいだねぐらいの。悔しがり方が違うというか、やっぱり相当練習してきたとか自信があるんで、一つ打ち取られるとすごい。この野球選手にはなれると思います。どうやったらなれますか？まあとにかく野球始めたきっかけ、きっかけは、まあ、幼馴染の友達と、まあ、家の前でキャッチボールをして楽しかったっていうのが多分きっかけだったと思います。何歳ぐらい？小学2年生ぐらいだったと思いますけど、はい。元々はご出身は？は滋賀県です。滋賀県、はい。どちらですか？草津市っていうところ。草津市、はい。チーム入ったのは確か小学2年生、そこまで野球をやってはなかったですね、多分、はい。それまでなんか好きやったこととかありますか？興味あったこと？いや、特になく普通に、そう言われるとあんまりなんかしてた覚えはないですね。あ、そうですか、はい。別にプールとかをに行ってたわけでもなく。そうですね。習い事してるわけではなくて。なるほど。結構あれですか、ご家族はスポーツ一家みたいな、ご両親とか。いや、そんなこともないと思います。はい。ちなみに兄弟は？兄と弟がいます。兄と弟？はい。何個違いですか？兄は一つ上です。あ、一つ上。弟が4つとかですか。下。はい。もうご兄弟は？弟は高校までやったんですけど、はい、兄は中学までです。あ、そうなんですね。はい。お父さんが野球やってらっしゃったとか、そういう、まあ、あの高校野球とかそういう高いレベルではやってなかったと思うんですけど、まあ、野球を勝ちってたぐらいですかね。経験はある。経験は、はい。ですか、小さい頃結構お父さんに作ったりとか。そうですね、あれなんですか、こう素振りとかするじゃないですか。はい。それはもう兄弟3人で。いやいやいや、もう全然全然、もう高校人でした、ね。ああ、そうなんですね。なんかお兄さんと年が近いから結構一緒にキャッチボールやったり、あんまりそういう記憶がないんですけど、はい。それこそもう先ほどその幼馴染と、そうですね、友達とやってやるみたいな、はい、感覚はそんな感じでした。その2年生の時にもチームに入られ、そうですね、スポーツ新年団に入って、はい。軟式？軟式です。軟式ですね。その当時はどういう選手が、まあ、ピッチャーやってたんで、ピッチャー、はい、なんか憧れ、まあ、そういう選手はいなかったんですけど、まあ、あのなんか甲子園に出てピッチャーでやりたいなっていうのはなんかあったと思います。はい。プロ野球選手よりも甲子園みたいなところが、そうですね、当時は、はい。プロ野球選手ももちろん目指してたんですか？まあ、口癖のように言ってたぐらいかもしれないですね。なんかどこに入りたいとか、なんか球団応援してるところとかあったんですか？まあ、自分的にオリックスとかが好きだったんで、イチローさんがいたりとか、はい。で、そこからじゃあずっとピッチャーを？そうです、はい。高校1年生までは。高校1年生？はい。そしたら、バッターの打順的にはじゃあ確か4番とか打ってたような気がします。そこまで覚えてないんですけど。どっちかというとこうスラッガータイプの選手ですか、小学校。スラッガーというよりかは、まあ、よくヒットを打つ方なんじゃないですかね、あんまり。はい、中学はクラブチーム？いや、普通の中学校の野球部です。あ、中学校の野球部なんですね。はい、
結構あれですか、もう小学校ぐらいからなんか市の選抜チームとか県の選抜チームとか。いや本当そういうのが全くなかったんですよ、選抜だったり。へえ、そうなんですね。なんかそういうのに1回も選ばれたことはないんですよ。はい、で中学入られて、中学公立の中学校の野球部、はい、何名ぐらいいたんですか。野球部ですか、はい、結構多い。3学年でどれぐらいですかね。多くないと思うんですよ。あ、そうなんですね。はい、12、1学年、10年とか。あ、そんな感じですね。はい、じゃあ、もう1年生から一緒に。いや、1年の時は出てなかったと思います。あ、そうなんですね。はい、で2年生ぐらいから、はい、ちょいちょい出始めて、ピッチャー投げ始めて、うん、そうですね。いいぞ、いいぞってなってきて、うん、っていう感じなんですね。なるほど。最後、中学はどこまで行かれたんですか。1回戦は勝ったと思うんですけど、確か2回戦で普通に負けたと思う。あ、そんな感じなんですね。はい、なるほど。あれなんかそのクラブチームに入るっていう選択肢なかった。一度公式に入りたいっていうのを、まあ、父親に相談したんですけど、はい、そこぐらいですかね。その、自分の野球人生で、自分で決めなかったことっていうのは、そうなんですね。はい、それ以外の進路とかっていうのは、まあ親に相談はもう自己報告だったんですけど、はい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 、そこだけはなんかこう、まあ、相談したら、まあ、怪我のこともあるんで、いいんじゃない、まだいいんじゃないっていうのを言われて、はい、なんかあれなんですか、もともと怪我しやすかしやすい国とかですか。いや、そういうわけじゃないと思うんですけど、やっぱりまあ軟式から公式に行くとリスクはあるじゃないですか。はいはい、そこだと思います。なるほど。なんで公式やりたいんですか。いや、その一緒に中学でやってた周りの友達が結構行き始めたんで。ああ、そうなんですね。最初は中学の公式が軟式野球部にいて移籍する。そうです。あ、そうなんですか。はい、なんかその中学と同時に入るとかはあんまりなかったんですか。そうですね、多分なんかチームができたんですかね、新しく。あ、そういうことなんですね。はい、なるほど。まあ、そこで僕も多分ちょっと置いてかれると思ったのかもしれないですけど、会いたいって言ったら、まあいいんじゃないって、まだいいんじゃないっていう感じだったんで、うんうんうん、どうなんですか、その時の選択を今振り返ってみますか。あ、それはだいぶ良かったと思います。はい、あ、そうなんですね。はい、どういった点で。まあ今思うとですけど、やっぱりもしかしたら怪我して、うん、その先高校もちゃんと行けてなかったかもしれないですし、うん、はい、言うこと聞いてよかったなと思って。軟式派、中学公式派って分かれるじゃないですか。で、軟式の方が良かったねって話だったんですよ。逆に公式に行っとけばこういうことできたなみたいなのあります。まあもうちょっとこう早い段階で慣れれたっていうのと、うん、あとは、まあ、ボーイズとかそういう高いレベルだと、まあ、教えてくれることのレベルは高いじゃないですか。軟式、うんうん、野球というか、まあ、中学校野球部ってどっちかというとこう、まあ、楽しくっていう感じだと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、いち早くそういうなんか基本だったり、うん、そういう高いレベルに、のあれに味わえたのはボーイズとかそういうのだったのかなと思うんですけど、うん、まあでも全然軟式でも全然、まあそうですね、僕はどちらでも。なるほどなるほど、はい、中学の野球部はその指導者みたいなのは野球経験者でしたか。そうです、はい、一応経験者で、練習とかでやっぱりボーイズとかそういうクラブチームの方よりも小学校野球ってどうしても多分劣るというか少ないと思うんですけど、その辺はやっぱ自分で補っていかないといけないんですか。そうですね、まあそれはボーイズだからとか中学校役とか関係なく、うん、おそらくそうなってくるんじゃないかなと思います。久々、うん、自身はどれぐらいやってたんですか、中学校で。なんか自分でこう目標というかノルマみたいな感じでやってたのか。そうですね、毎日フルまあ、バットスイングするっていうのは心がけて。はい。はい。どれぐらいぐらいですか。ですね。まあ自分はなんかこう、ここのそのコースを意識して、右ピッチャーと左ピッチャーっていうのを、で、10回ずつとか振ったり、まあ、それぐらいだったと思う。ただ毎日は。そうですね。やっぱそれが一番大事なのかなと。そういうなんかそこ、中学生ながらにしてこの9つのストライクゾーンで
するって当時って今ほど、ね、情報がそんなに収集できないので、どうやってそういうのを知るの？それは中学校の先生なのかもしれないですね。先生がこういうふうにっていう、はい、それは多分中学校でやってた練習だったと思うんですよ。はいはい、でそれを家に帰ってもなんかやってたっていう感じだと思います。みんなそういう練習はしてたけど、まあ、人の場合じゃないんですけど、まあ、家でもやってたっていう、多分そこだけだと思うんですけど、でも北大津、はい、北大津高校見えますよね、まあ、当時強かったですね。そうですよね、はい、結構甲子園も出られてたんですか？僕が入る前に2回で、その後まあ3回ぐらいですかね、3回、4回。なんで北大津高校？まあ一番は